ょっと待て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 。ここじゃねえか。え、なんでイオン入らしくんねえの。お前、寄るぞ、おめえに。お前、あんま食らうなでイーグル乗ってんな、おめえな。ちょっとイオンの中見してよ、なんで。これじゃ広さわかんねえだろ。うわ、懐かしい。このガソリンスタンド見て。くっそ高いでしょ。こんなもん値段。めっちゃ高い。これまだ、ちなみにこのガソリンスタンド、まだ潰れてないからな。これ潰れてねえからな。潰れてねえからな、このスタンド。ヤンキーの溜まり場教えてやるよ、じゃあ。縦山のヤンキーはここに溜まる。加藤純一プレゼンツ、縦山のヤンキーはここに溜まる。まず、さっきのスバルはもう鉄板だったの。シンナー捨てたか、みんな。俺は捨てないけど、おい、スバルでシンナー捨ててくれ、つって。今ももしかしたらな、縦山のクズどもがスバルでシンナー捨てるかもしれないから、警察の皆さん本当に要注意ですよ。どこだっけなぁ。まず、スバル、ノーティー。あとどこだ、じゃあね、あとね、神社なんだよ。思い出した。諏訪神社だ。完璧。ここだ。間違いない。諏訪神社。諏訪神行くべーつって熊田正史が。あ、じゃあ、諏訪神で矢に捨てから学校行くべーだ。あー、超懐かしいこれが。ちょっと待って、みんなにタバコ吸える場所教えてから、学生の職ここですよ。ここの駐車場マジタバコ吸えっかんな。おめえらほんと。竹山住んでるバカどもここですよ。ここマジタバコ吸えんだよ、こっちのな。隙間から入ってきて、ここマジバレねえから。お前らみんなここで吸えよ、ちゃんとバレねえように。ガキは。こうやってよ、隙間。うわ、超懐かしい。諏訪神で一服してくるやつ、熊田私が言うんだよ。こっち行くと駅ね。ここ駅、これで駅からちゃんと諏訪神社の行き方今からあれ教えるから。これ駅じゃん。うわ、懐かしい、マジで。お、そうだ、諏訪神社だ。あ、行き方わかんねえ、やべえ。おい、マジかよ、これじゃ、タバコ吸いてガキが困っちまうだろう。俺がなんとかしてやんねえと。まっすぐ行って、あ、まっすぐなんだ。あ、そう、そんで、ここちょっと左曲がるんだよ。ね、あの、立山の、うわぁ、望月クソ、望月行くべ、みんなで。望月クソ懐かしい。潰れてんだろ、望月とかよ。なっつ。この辺左曲がってくんだよな、諏訪神社行くべ、つって。あ、違う。あ、ここだ。ここ入るんだよ。まっすぐだ、ただいまからまっすぐ来たら、ここ入るの、こうやって。これね、駐車場なんだよ。え、ここね、ちなみにね、立山の花火大会が、ここで見れるから。みんな海岸沿いでこぞってバカみたいなやつなんだけど、ここで見れるからな。ちゃんとみんなここで見るより。で、こっち行くわけよ。で、ここな、右折すんの。で、ここでもここ注意しなきゃいけないところがあって、高校生の職聞いてて、ここね、近くに阿波高校っていうのがあるんだけど、阿波高校の先生ここに住んでるから、もしここで、この通りまではまだタバコ我慢しなきゃいけないの。どっから吹かし始めるかっていうと、ここのね、ここまで来たら、もうタバコ吸い始めて大丈夫。こっからタバコ吸い始めて、ここに入ってくじゃん。もうこんなの吸いてほうでよ。で、左行くと神社でちょっとなんかまじいから、まずここのな、右行くわけ。ここまじタバコ吸えっから、ほんとに、裏。ここまじタバコ吸えっから、ほんとにおめえら、ここでやれよ。で、女とデートするときはここ。ここ諏訪神社。うわ、諏訪神社懐かしいなぁ。ここのな、アップできるかな、そう。ここ、うわ、なんで白くなってんだよ。ここの段差に腰掛けてよ。よ、デートすんだよ、男と女が。うわ、懐かしいんでさ。俺たち、みんななんか、ここでデートすんだよ。で、タバコ吸うところもここだったから、すげえなんかヤクザみたいな、高校生たちによく絡まれるって。おめえデートなんかしてんじゃねえよ、つって。で、意味もなく滑り台一台あるっていうね。これ、子供も連れてこれます。ただ、お子様を連れてくる際には、ヤンキーに注意してください。ここ、ハローマック。あ、違う、宮沢？お、宮沢本屋！じゃ、まず宮沢本屋でしょ。ここはもう、あれだよ、タバコ吸えんだよ、こっちで。おめえらに教えてから。これ、宮沢本屋のここ、タバコ吸えんだよ。あっちがね、たまに警察の巡回が待ってるから、ここ見通しがいいだろ。一人、ここにな、なんていうの、見張りつけて、ここ、タバコ吸えんだよ。宮沢なぁ。よく行ったわ。すげえ懐かしい。あ、で、立山、おでやもな、一応。
おめえ、この薬屋、このクリーニングまだ潰れてなかったんだ。で、こっちの駐車場からなんか、突っ切って、ここによくなんかね、あれなんだよ、あれの買い出し来るんだよ、みんな。なんだっけ、卒業、あのさ、文化祭とかのさ、買い出し来んだよ。で、他校のやつと触れ合うみたいな。え、ちょっと、ハローマックは？え、ハローマック潰れてないか？え、潰れてる。わたびき歯科医院になっちゃった、ハローマックが。え、ちょっと待って。わたびき歯科医院になっちゃった、ハローマックが。ハローマックと宮沢本屋っていう娯楽のこの、歓楽街があったの、すすきのみたいな。立山のすすきのがあったんだよ。もう子供からしてみれば天国みたいな場所だよ。こんな100メートル付近にさ、ハローマックがあって宮沢本屋があるっていう。うわぁ、ハローマック潰れちゃったんだ。なんだここ。お、まっちゃんち行くで、今から、まっちゃんち。お、今、まっちゃんち行くわ。怒られねえっぺ、タイムシフト消せば。おめえら、まっちゃんち行こうぜ。まっちゃんち。近くに履くから。誰か、友達映ってねえかな。あいつじゃん、みてえな、ねえかな。へえ、懐かしいな。ほんと懐かしいわ。え、なんでどんどん侵食されてんの？なんか、立山がこれ、海に沈むっていうメッセージ、これ。え、なんでこれ、どんどん海に沈んでんの？ちょっとやめてよ。やめてよ。何これ。水没したよ、立山。これ、なんか、見れねえかな？ここでまっちゃんが足骨折したんだけど。俺爆注、ジューン、俺爆注できるよ、つって。俺それ見て、ケタケタ笑ってた。記憶がある。もうちょい先入っていけんだよな。お、なんかちょっと、地元民だから許されてる。よし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 、よしよし、地元民だから許されてる。ええー、もうちょっと許せよ、バカが。だから立山流行んねんだよ。これでわーって入っていくとよ。こうやってね、なるわけよ。で、ここブーって待って、ここに止めて、みんなここで遊ぶんだよ。ここいいでしょ。そんでね、洞窟みたいなのもいっぱいあって、だ行こう、一周しようぜってなんかわーって。青いとこ行ける？あ、行けた！うーわ、超懐かしい。え、誰が撮ってんだよ、お前。ええ、ち、え、ん？ちょっと待って待って待って、どこだ、ここ。さっき、なんだこれ。なんかちょっと恐ろしい。戻んの？これでいいのかな？あ、これでこうやって回っていけるんだ、写真で。ほー、いいじゃん。そうそうそう、こんな感じで。回っていけるんだ。ちょっと見づらいけどね。ここでなんか、家族連れで。やってんだよ。はぁ、なるほどね。おい、ちょっと待って。ああ、南ここなくなってる。ねえ。え？ああ、南ここなくなったんだけど。え、ここ南ここだったはず。待って、こっちタイヤがあって、マックがあって、で、なんだほぐし屋って。そう、マック、ここのマックでね、ドライブスルーすんのみんな。思い出のマックをみんなに。え、南高校なんで亡くなったの？マジかよ。2008年4月、千葉県立阿波高等学校と合併し閉校した。嘘だろ。うーわ、マジで。ここだよ、南高。ここ、ここ。よく忍び込んで盗撮するんだよ、みんな。盗撮するの。南高の女かわいい、つって。はぁ、マジかよ。左上で時間が戻せる。おい、じゃあ時間戻すぞ。おい、時間、俺、待て、俺、おい、そうだよ。俺がいた頃の種山に戻してくれ、ちょっと。に、俺、待て、時計の間、あ、ここか。え、2014年しかないよ。
全然じゃん。そんなんじゃ変わんねえよ。13年前の、ちょ、スバル見に行こう。奇跡を信じて、もう一回スバルにみんな。行かしてくれ。ちゃんとな。ここにして、え、名前何ちょっと待って。おい、衝撃の事実なんだけど。パーラーザ・立山なんだ。お前、スバルの名前捨てんなよ。これもうちょっと上から見ればね、まだ残ってんだよ、ゲームセンターの名残が。これなんかちょっと止めないの？ちょっとみんなにさ、右奥にある便所がいい便所してんだよ。これもうちょっとさ、止めないの俺。そういう機能ない？飛ぶ機能。ジャンプ機能ないの？うわぁ、見せたい、もうちょっとなのに。ないの？うわぁ、これ見せたい！ほんとに。こっちのノーティーボーイも見せたい。ノーティーボーイ。え？なんだこれ？俺のノーティー返してよ。なんか変な名前になってる。もんじゃ焼き屋になってる。一回もゲーセン、二回もゲーセンだったんだよな。あー、まあそうだよな。もう俺が高3の時に潰れてたもんな。で、ここに中村パン屋があると。え、中パン、え、あー、びっくりした。中パンあるよな。で、松田屋。これ松田屋もね、ようあれなんだよ。これ本屋さん。でね、このね、この、ここはね、パンチングマシーンだけあるっていうゲームセンターだよ。これなんか一見お土産屋みたいに見えるけど、ゲームセンターな、一応。パンチングマシーン、いや、パンチングマシーンだけあるから。並んでるっぽくない？これ。え、スバルってどこ？どこに書いてある？スバルって。スバルってどこに書いてある？置きっぱなしだったの。ずーっと置きっぱなしだったの。で、スバルってどこに書いてある？撤去される前だったんだ。あ、ほらー、おい、け、おー、あったおい、あったほらー、みんなここよく行ったんだよ、ほんとに。マジで行ったんだよ。絶対俺の手垢がついてる。でもあれなんだよ。もう今だから言えるんだけどさ、なんかね、その、ひでえやつがいて、なんかさ、お金入れる、で、ガジャーンってやるじゃん。なんか下の鍵ぶっ壊、下の鍵のスペアキーみたいなの持ってるやつがいて、カリリ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 ってみんなサラでやってたやつ。記憶があるわ。俺はちゃんと話してたやつやんだけど、なんかガジャーンって開けて、おい、今日俺が開けるから銀行踊りでやつやりてさ、ジジ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 ジーって。あいつのせいだよ、絶対。すげえ、誰も逆らえねえようなやつが。俺の友達じゃなかったんだけど。すげえ怖いやつがいて。ヤクザみたいなやついたんだよ。はぁ、懐かしいな。なんであれ持ってたんだろうな。まあ、こんな感じでいいでしょ、今日の立山の旅は。皆さん少しでも、ね、立山を、好きになっていただけたらなと思ってやったんですが、いかがでしたでしょうか。有益な情報はタバコを吸える場所しかなかったと思うけど。あそこでタバコ吸えるから。ちゃんとな、みんな、警察に捕まらないようにしてくださいね。